ランスには東駅から出ている TGV という高速鉄道で向かいます。7時台の列車で出発。早朝の駅構内は賑やかです。お寿司の駅弁を発見しました。迷ったけどパン屋さんでサンドイッチを買いました。約45分間ゆっくりする間もなくランスに着きました。はい、無事にランスに到着しました。東駅から40分弱と本当にあっという間に着いてしまいました。今日は2時半からコメリを予約しているんですが、その前にホテルに行って荷物を置いてから街を観光してみようと思います。ランスでは駅の目の前にあるイビスというチェーンのホテルに滞在しました。カジュアルですが一人旅には十分です。バスの切符を買って市街地に向かいます。外観、内部、どちらもスケールが大きくてステンドグラスもとても美しかったです。聖堂の前にある建物、気になって入ってみたら図書館でした。ランス美術館は残念ながら改修工事中。甘いものが食べたくなってパン屋さんに寄ったんですが、マカロンの大きさがすごかったです。ほとんどハンバーガーみたいな大きさで、食べきるとお腹がいっぱいになるほどでした。物価が高くはあるんですが、いろんなものの量が多いので案外お得な気もします。初めてのカーブ見学はポメリーです。広々とした入り口にはガレの大きな樽やお土産売り場も充実しています。カーブに降りるための階段からワクワクする照明は、これ自体が素晴らしいアートです。ところどころにレリーフも。今も実際に使われているカーブの中を進んでいきます。カーブ全体がまるで美術館でした。楽しみにしていた試飲の時間です。カーブを見た後の一杯は格別でした。見学にヴィンテージのものまで一杯いただけて30ユーロほどと、とても満足度が高かったです。次回は隣にあるドモアズレに行こうと決意しつつ帰路につきました。